最新国産車の最強打線を勝手に組んでみた。慶応の107年ぶりの優勝で幕を下ろした。第105回全国高校野球選手権記念大会。慶応の先頭打者として打線を牽引した丸田君や、惜しくも今年は準優勝となった仙台育英の昨年の優勝投手である高橋君初戦、 二回戦と連続ホームランを放った屈聖者の4番バッター森田くんなど、甲子園を沸かせた選手たちは、31日に台湾で開幕する U-18W 杯へと戦いの舞台を移します。高校野球のオールスターとも呼べる U-18 代表が戦う W 杯は、未来のスター選手たちが高校の垣根を越えて、 一緒に戦うアマチュア球界随一の祭典です。甲子園で活躍したそんなに彼らあやかって、便乗して、現在ラインアップされている選手、モデルの中から、今最もホットで旬な最新の車をピックアップし、2023年版オールスター打線を独断と偏見で組んでみました。暇つぶしにご賞覧ください。 一番ショートプリウス君チームの切り込み隊長としての活躍が期待されるのは、HEV フェイとして快速を飛ばすプリウス君です。野球を始めてから25年以上を数えるベテラン、エッテンテン、かつ、すでに海外でも大活躍のプリウス君ですが、2023年にはこれまでの、 イメージを覆すスピードスターへと華麗に変貌を遂げました。2番セカンド N、ボックス君。2番に控えるのは軽自動車として。8年連続販売台数1位に輝くなど圧倒的な人気を誇る N、ボックス君。総種すべてのバランスに優れ、小技のバリエーションも豊富な N、ボックス君は、 どんな状況にも対応するユーティリティプレイヤーとしてチームを支えます。しかも彼にはカスタムという裏の顔もあり、その二面性も人気の理由だとか、なお最近肉体改造という名のモデルチェンジした姿をちら見せして話題となりました。3番センター CX60 君 クリーンナップの先頭を務めるのは CX60 君です。日本人離れした堂々とした体格と端正なマスクを持つ CX60 君は若い世代の人気も高く今後の球界を背負っていく存在となることが期待されています。そのスタイルに注目が集まりますが国内屈指のグレード数を誇るなど 守備範囲の広さも CX60 選手の大きな魅力です。しかし一部では身体、足が硬いと言われており、プレーに支障が出ないと良いのですが、さらに近々、より大きな体育を持つ兄弟の CX80 君がデビューするとか点々。4番ファーストアルファード君。代表チームの4番に君臨するのは、 もちろん6月に生まれ変わったばかりのアルファードくんです。その巨体が繰り出すパワフルな打球は、見るものすべてを圧倒します。その上、モデルチェンジによって、さらにガーが増したことで、さらなる人気が出ること間違いなし。そんなアルファードくんには、実は双子の弟であるベルファイアくんがいます。 巷ではベルファイア君の方が総力が高いという噂もあり、どちらを起用するか監督のセンスが問われるところです。5番キャッチャーランドクルーザー300君。守備の要のキャッチャーには、ランクルの愛称で知られ海外でも、人気のランドクルーザー300君を抜擢しました。強靭な肉体を持っているにもかかわらず、 ここ数年はなかなか試合に出られない日々が続いていましたが、最近では調子を取り戻しつつあるようです。間もなく弟のランドクルーザープラドくん改めランドクルーザー200イソくんが生まれ変わって帰ってくるほか、なんと伝説のオビーである70君も現役復帰を果たすことが発表されているなど話題には事欠きません。 6番ピッチャークラウンくん。オールスターチームのマウンドに君臨するのは、押しも押されぬ大エースのクラウンくんです。名門野球一家の生まれであるクラウンくんですが、2022年に大胆なフォームチェンジを行いました。ただ、投げ方は変化しても、投球スタイルにはクラウン家の血が色濃く残っているなど、 往年の野球ファンもうなる活躍を披露してくれそうです。さらに生まれ変わったクラウン君は、相手に合わせて4つの投球スタイルを変幻自在に操ると言われていますが、その全貌が明らかになるにはもう少し時間が必要なようです。7番サード ZR、V 君。サードを守るのは ZR、V 君です。 日本車離れした印象的なマスクに目が行きがちですが、ZR、V 君は世界で活躍するシビック選手の遺伝子を受け継いでおり、なおかつ現在トレンドの SUV スタイルを備えているなど、走行種のバランスの良さが強みです。シビック選手譲りの走りは、相手チームを格乱すること間違いなし点々。 8番レフトデリカミニ君。レフトには小柄ながらパワフルな打棒が魅力のデリカミニ君を起用します。チーム三菱のスタープレイヤーであるデリカ D、5選手譲りのタフなプレーはもちろん、小柄ながら都会にも映えるシティ防衛的要素も兼ね備えている点がポイントです。そのタフでかっこかわいい唯一無二の雰囲気に惹かれる女性ファンも多いとか、 9番ライト桜く,くん。広い守備範囲が求められるライトには、快速が売りの桜く,くんを選びました。モーターならではの加速力でチーム随一とも称されるその胃立てんっぷりは、攻守にわたってチームを支えてくれることは間違いありません。ただ、スタミナにやや難ありとも言われており、状態によってはダイソーでの起用になるなど、 使いどころには少々工夫が必要かもしれません。対戦相手を大募集点々。今回組んだ打線は、言うまでもなく最新の国産車オールスターです。その一方で、惜しくもこの打線から、漏れてしまった有力選手、モデル、たちも少なくありません。ジャパンが本当に強いチームとなるためには、 強力なライバルの存在が必要不可欠です。今回の企画が好評の場合、海外代表選手との対外試合が組まれるかもしれません。何の話だ